地震の発生から2週間が経ちましたが、断水が続いていた厚真町では、昨日から蛇口から飲み水が出るようになったという地域が増えました。地元の飲食店も徐々に営業を再開し始めました。下がりになります。厚真町の焼肉店は今日およそ2週間ぶりに営業を再開しました。ああ、美味しいです、はい、飲食店今までやってなかったんで、とりあえずもうホッとしてますけど、昼だけで地元の人や復興支援で働きに来ている人など60人以上が訪れたこちらの焼肉店、衛生上の安全も確認し再開できたということです。昨日にですね、水が飲み水と変わりましたので、それで営業ができるようになりました。嬉しいです。これからも頑張りたいと思います。また厚真町で45年以上地元の人たちに愛され続けてきたこちらの居酒屋も、昨日から赤ちょうちんを灯し営業を再開。店には常連客が訪れていました。落ち着くんだ、やっぱり言い慣れた店は。こうやって一軒ずつ火がついていって、ちょうちんもついて、あのネオンもちょっとついたりしたら、ああこの町はまたこう元気になってきたなって感じする。まだまだ多くの人が避難所生活を送る厚真町、しかし少しずつですが町は復興への歩みを進めています。